平野紫耀、インスタのフォロワーが、キンプリッコへ、へ止まらぬ勢いに、グループのファンが抱えるもやもや。滝沢秀明が、今年3月に立ち上げた新会社、トベに、元キング、リンチェの平野紫耀と神宮寺優太が合流すると7月7日に発表されたタップ。同日に二人はインスタグラムを開設。 平野のフォロワー数は9日16時の時点で238万人、神宮寺は163万人となっており、話題性抜群の再出発となった。金プリのインスタグラムのフォロワー数は234万人ですから、平野さんは2日足らずで追い抜いてしまったことになります。 さらに、今をときめく人気グループシクストーンズ、213番人、ヤスノーマン、200番人、も追い抜いてしまった。早速平野さんはインスタグラムのストーリーズで、ファンからの100件以上もの質問に答えるかに対応ぶりを見せていました。芸能記者。生配信終了後。 ファンクラブが開設されたが、入会登録するまでに720分以上かかるなど、すべてが吉見発信の二人。一方で、現在キンプリーは橋海人さんと長瀬廉さんの二人で活動しています。がファンである、ティアラの心境は複雑でしょう。これまでも、岸歌さん含め三人が脱退したとき、納得いかないファンと受け入れるファンで対立することがありました。 ハシさんは前期のドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系、で、お笑いコンビのオードリー若林正康さんを熱演するなど、大活躍を見せていますが、今は平野さんが話題をかっさらってしまっている。そもそも、飛べ、に合流したことが、晴天の霹靂でしたから、もやもやを抱えるファンも多いようです。どうティアラたちは、またも試練を迎えている。 実際に、結成以来金プリのファンである30代の女性はこう語る。私は長瀬さんのファンなんですが3人が脱退したのはもちろん辛かったです。でも、2人でジャニーズ事務所でやっていくと決めた、新生金プリを応援していこうと、気持ちの整理がついたばかりだったのに、ここまで平野さんが主人公になってしまうと。 橋さんも長瀬さんも、二人ともタッキーのところに行ってほしい、と思わなくもないですね、苦笑。とべ組とジャニーズ組の共演が見られることはあるのだろうか。金プリの人気メンバーである平野耀と神宮寺ゆ太が滝沢秀明の新会社、とべ、に合流し、その後の活動が注目を集めている。 特に、ヒラの仕様のインスタグラムのフォロワー数が驚異的な勢いで増えており、他の人気グループのメンバーたちをも上回っていることが話題になっている。インスタグラムのフォロワー数を比較すると、ヒラの仕様のフォロワー数は9日16時の時点で238番人に達し、キンプリの公式アカウントの234番人を超えたことが明らかになった。 さらに、今をときめく人気グループであるシクストーンズ213番人ヤスノーマン200番人を思い抜いていることが分かった。平野仕様はインスタグラムのストーリーズでファンからの100件以上もの質問に答えるなど、精力的に活動していることもファンの間で注目されている。彼の人気の高まりを受けてファンクラブも開設されたが、 入会登録には720分以上かかるなどの問題も発生しているようだ。一方で、現在の金プリは橋海人さんと長瀬恬さんの2人で活動しており、元々のファンであるティアラの中には複雑な心境を抱える人々もいるようだ。 以前にも、岸歌さんを含めた3人の脱退があり、その際には納得できないファンと受け入れるファンの間で対立が生じたことがあった。橋海人さんは最近のドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系、でお笑いコンビのオードリー若林正康さんと共演し、大いに活躍している。 しかし、現在は平野市耀が話題を独占しており、金プリの存在感が薄れてしまっていると感じているようだ。金プリのファンであり、30代の女性も次のように語っている。私は長瀬さんのファンなんですが3人が脱退したのはもちろん辛かったです。 でも、二人でジャニーズ事務所でやっていくと決めた、新生金プリを応援していこうと、気持ちの整理がついたばかりだったのに、ここまで平野さんが主人公になってしまうと、橋さんも長瀬さんも、二人ともタッキーのところに行ってほしい、と思わなくもないですね、苦笑。こうした状況から、飛べ組み。 とチャニーズ組の共演る平野仕様と神宮寺ゆうが新会社、とべに合流し、その後の活動が注目を浴びています。特に、平野ノ仕様のインスタグラムのフォロワー数が他の人気グループのメンバーたちをも上回り、話題になっています。平野ノ仕様のインスタグラムのフォロワー数がキンプリを超えたことは驚きです。 キンプリはもともと人気のあるグループであり、多くのファンを持っています。しかし、平野市洋が新たな挑戦を始めたことで、彼の人気は急上昇しています。彼のインスタグラムでは、ファンからの質問に積極的に答えるなど、精力的な活動を行っています。ファンは彼のアクティブな姿勢に感銘を受けており、ますます彼に注目しています。 一方で、キンプリのファンである、ティアラの一部は、平野の仕様の人気が上昇する中で複雑な心境に陥っています。以前にもメンバーの脱退により、ファンの間で対立が生じたことがありました。現在の状況も同様で、一部のファンはキンプリの存在感が薄れてしまったと感じているようです。しかし、このような状況にもかかわらず、 彼らは新生キンプリを応援しようとする気持ちも持っています。キンプリの残ったメンバーである橋海人さんと長瀬恋さんもファンのサポートを受けながらこれからの活動に注力しています。このような状況下でトベ組とジャニーズ組の共演が実現するのか多くの人々が注目しています。 両グループのファンたちは、それぞれのアーティストが輝けるバーを提供することを望んでいます。